進んで止まる。はい。進んでちょっと止まりますよ。はい。列車のように連なり、号令に合わせて動く人たち。ここは坂の上の雲ミュージアム。ミュージアムにもっと親しんでもらおうと企画されたイベントとのことですが、これは一体？進んで止まる。イベント前日。看板とこ立てて一歩入ってや。あ、そう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 、一人目あそこの看板ギリに立つかな。そうやね。準備が行われていました。この2人、アニメ作家の山内千恵子さんとダンサーの徳井美由紀さんのパフォーマンスユニット半分こ。8年前から愛媛県内を中心にある活動をしています。もうちょいこっち寄ろうかな、うんうん、ど真ん中面白くないよね。足広げて、あ、そうそう、前後とかに、ちょっと前後とかに、あ、そうそうそう、こういう感じとか。じゃあカメラここで決まりました。何かを撮影するようですが、体を使ってコマ撮りアニメーションをして、それを作ろうというワークショップです。人がキャラクターになるっていう感じです。やっぱ面白い建物と一緒に撮るということで、ダイナミックになるというか、そういう建築物とか自然と一緒に撮れるっていうのはすごくなかなかできないことなので、とても面白いと思います。ワークショップの参加者はおよそ40人。コマ撮りしたいって言って2回ぐらい撮ったことがあって、スマホのアプリで、で実際に教えてもらえるということで、うん、行ってみようって言って、みんなと一緒にコマ撮りを撮ること。コマ撮りアニメーションとは、ストップモーションアニメとも呼ばれる技法で、一コマ一コマ少しずつ動かした写真を連続投影すると、物が動いているように見えます。1、2、3。徳井さんが動きのお手本を見せます。およそ40秒かけて30枚の写真を撮影。29、30。これで2秒分のアニメーション。今回1秒あたり15枚の写真でアニメを作ります。できるだけね、細かく回ってあげると、この足をついたままね、動画ではくる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 と自分が回ったようになるので、できるだけ細かくやってみてください。細かい動きが撮影成功のポイントです。練習の後、いざ本番。で3人目が入ったら、またこういう風に撮影が始まると。でこの人たちがここまで行って、この黄色のテープを越えたら、もう頑張っても映ってませんので、徳井さんが動きを指示し、山内さんが撮影。進んで止まる。はい。進んで止まる。頑張ってください。はい。進んで止まる。止まったらカメラお願いします。アニメのスタートは参加者全員で撮影。一体感を表現します。普段は立ち入り禁止のテラスにやってきました。背景もとっても素敵なので、その背景と自分の体がこう融合するような、少しこう面白い自分だけの動きっていうのをしていただきました。進んでもうちょっと頑張って、ポーズ、耳つかめる。はい。進んでポーズ、もう一歩行こうか。2時間ほど撮影をしまして、1分半とかかな、よく撮れて2分とかですね。はい。進んだらカメラ見る。コマ撮りアニメ制作に必要なのは根気です。後ろにどんどん並んどいてください。続いて少人数に分かれて撮影です。階段に待機。止まる。進んで止まる。一人ずつ動きます。進んで
奥の展示室では進んで止まれ、向こう見てこっちに来る、横歩き進んで止まる。階段ではくるくる回り、展示室ではまっすぐ歩く。違う場所、違う動きが交差するイメージです。最後は三角形の展示室、壁を使って好きなポーズで。いっぱいね歩きよったけん、そこがちょっとしんどかったけど、いっぱい楽しかった。アニメなどを作っている人たちなどの苦労が結構わかった。すごくちっちゃな動きでたくさん撮らないとそういう動画が撮れないっていうのが身に染みてわかりました。最初は恥ずかしかったけど楽しくなった。4カ所でおよそ2時間記念写真を撮ってコマ撮りアニメの撮影が終了。山内さんは早速編集に。90秒だね、うん、90×15 で撮影枚数なんと1350枚。初めての子たちもたくさんいたのにすごく上手でびっくりしました。曇ったり晴れたりでかなり露出が変わってるんで、そこだけちょっと調整したりとかですかね。でも基本的にはほとんど手を加えずにやります。音楽のワークショップの後、いよいよ上映。どんな作品に仕上がったのでしょうか。それぞれの撮影場所に合わせて工夫をして自分なりのポーズとかあの動きを考えて、とってもあのユニークなあのシーンがたくさんできたと思います。大変でしたけど、まあ、2人でなんか楽しくできました。よく撮れとるか分からなかったけど、見てみたらよく撮れてたんでよかったです。一人で家でやるのとみんなでここで大きいところでやるのは全然違かったので、また参加してみたいなと思いました。いろんな場所でいろんななんかストーリーがあって面白かったです。うん、絵日記に書いてください。進んで止まる。撮影2時間止まる、上手。撮った写真は1350枚。90秒のアニメーションが夏休みの思い出の1ページになりました。進んで止まる。